ああ、ユニクロマルニがついに発売になった。でもどれ買えばいいか全然わかんねえよ。あんな花柄のアイテム着れるのかな。誰か教えてくんないかな。 YouTube でマルニとユニクロ何買うべきか教えてくんな。鼻毛出てた。そう思ってるあなた、大丈夫。私が全方見てきましたので、今日は徹底的にレポートします。というわけで、今日はユニクロマルニ、話題のユニクロマルニコラボについて、おすすめしようと思います。全方ユニクロマルニ私見てきました。メンズもレディースもどちらも見てきたんですけれども、今回はですね、メンズ中心の話になるんですけれども、一番無難なこれ買っとくべきというものと、あとおしゃれ好き、お洋服好きな方だったらこれ言っといてもいいと思うというのと、これ多分男性ほとんど気づいてないんじゃないかなって思うめっちゃおすすめのアイテムも最後にお話しさせていただきます。そして、女性の方々も見てらっしゃると思うので、レディースについても少し触れようと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。一番無難なもの、本当に迷って何か一つでも買っておきたいんだけど何買っていいかわからないという方は、まずこちらです。オーバーサイズプリントシャツ長袖3990円。これメンズの話ですね。メンズレディースどちらも問わずなんですけれども、かなり癖のある今回コレクションになっています。ユニクロマルニ、特にメンズは癖があると思います。同じようにですね、メンズもレディースも同じように花柄だったりとか手書きのチェック柄っていうことを打ち出しているんですけど、マルニといえばもう本当にこのグラフィック、ポップなグラフィックが一番印象的で、今のトレンドにもぴったりハマるような花柄、花柄って今本当にトレンドで、メンズでもレディースでもどちらもガンガン出てる、シーズン的には出てるものなので、マルニとユニクロ今回のコラボっていうのは非常にいいマッチだと、トレンド的には非常にいいマッチだと思うんですけれども、ただやっぱり派手すぎるっていうところがすごく気になると思います。派手なチェック柄だったりとか派手な、花柄だったりとかが少しこう気になってしまう。本当に着こなせるのかっていうところで気になる方多いと思うんですけど、大きな違いとしてですね、メンズとレディースの、実はこれ同じような柄を使ってるんですけど、メンズとレディース今回使ってる素材が全然違います。レディースの方はですね、落ち感のあるテロッとしたサテン風の生地を使ったりだとか、ツヤ感のある光沢感のある生地を使っているので高級感があるんですよ。なのでカジュアルな手書きのプリント、花柄だったりとかチェック柄のプリントであっても安っぽい印象が出ないのはレディースです。なので今回のユニクロマルニのコラボレーション、大胆にぶった切ってしまうと、正直レディースはすごくいいです。意外と写真で見るよりもホームページで見るよりも意外と着用するといけるのがレディースです。で、逆にメンズはですね、カジュアルなゴワゴワした素材のものが多いんですよ。いかにもメンズライクなゴワゴワした素材感がすごく多いので、ちょっとですね、安っぽく見えてしまうこともあると思います。僕はあんまり嫌いじゃないんですよ、正直。このカジュアルな感じをワイドの黒のスラックスとか革靴とかで合わせてバランス取るみたいな着こなしが割と好きなので全然いけるんですけど、ただ多くの人におすすめできるかっていうと、メンズは何にも考えないで花柄のシャツと例えばデニムとオールスターのスニーカーとか合わせてかっこよくなるかっていうと、ぶっちゃけ全然かっこよくならないです。なので物を選ぶ必要はメンズの場合はかなりあると思います。で、その中でもただ今回無地のジャケットとか無地のスラックスとかもあるんで、これ結構無難っちゃ無難なんですけど、ただこれ買うんだったら別にマルニじゃなくてもいいよねって思う人も多いと思うので、ユニクロマルニのグラフィック、今回のグラフィックっていうのはマルニと同じものではなくて、ちゃんと今回のユニクロコラボのために書き下ろしている手書きのグラフィックなんですよ。それを載せてるから既存のマルニにも存在しない柄なんですね。なので、柄が特徴的なマルニのらしさを味わうためには、やはり皆さん柄物手にしてみたいと思うんでしょうけど、どれを手にすればいいかわからない、安っぽくなるんじゃないかって思うかもしれませんが、メンズの中で一番着やすいのが多分このオーバーサイズプリントシャツだと思います。実際僕 と、僕の初代アシスタントのまとめくんと一緒にですね、先行で見させてもらったんですけど、前方先行で見させてもらったんですけれども、これが一番着やすいだろうと僕ら二人の共通見解でありました。黒のスラックスとかに普通に合わせて、シンプルに合わせれば特に困ることもないんじゃないかなっていうところ。サイズ感は普段のユニクロよりかなり緩いです。
なので、まあ、ちょっとオーバーサイズの、シルエットなんですけど、ただ、ベージュカラーに関してはですね、ややこう落ち着いた色味になってるので、そんなにね、子供っぽい印象もないと思います。で、チェック柄もそこまで派手じゃない。花柄とかは結構派手だと思うんですけど、このチェックは色味も抑えてあるので、そんなに、安っぽく見えることもないかなと思います。素材感はちょっとガサガサしていて、少しメンズライクな素材感ではあるんですけど、まあ、その分、通気性もいいですし、今からでも、長袖でも今からでも全然使えると思うので、サイズ感はすごくいいですね。なので、なんか、マルニユニクロなんか欲しいんだけど、なんか、どれも難しい気がするっていう方は、まあ、T シャツもね、切り替えが果てだったりとか結構あるので、まずこれ。これはまあ、本当にこう、無難で、誰が着ても全然、なかなかいいものだなって思ってくれると思う。僕もこれ結構好きですね。ただ、パジャマから着想されてるので、ブルーの色味はですね、ちょっとだけパジャマ感が出てしまうので、あんまりこう短パンとかサンダルとかと合わせると本当にルームウェアっぽくなる可能性もありますから、ちょっと着こなしは気をつけなきゃいけない。着こなしあんまり考えなくても様になるのはこのベージュカラーの方じゃないかなというふうには僕は思います。3990円ですね。サイズ感とかは本当に既存のユニクロでは絶対ないものだし、ユニクロ感あるかって言われると全然ないです。ブランドものっぽくも見えるので、正直これ結構おすすめです。で、もう一つ無難アイテム、こちらですね、ツーウェイユーティリティショーツ2990円。これちょっと意外に思った人も多いと思うんですけれども、結構派手じゃないって思うかもしれないんですが、素材感がメンズの中でこれだけちょっとこうサテンっぽい生地になっていてですね、ちょっとツヤ感があって高級感あるんですよ。なので僕このアイテムに関しては結構派手な柄でもいけると思うんですね。柄物っていうのは、単純に柄物ってやっぱり子供っぽくて派手な印象はあると思うんですけど、素材によるんですよ。柄が総柄で入っていて、例えばガサガサしたコットンとか、チノみたいな素材感に柄入れちゃうと、やっぱりちょっとこう子供っぽくなっちゃう。でもスラックスみたいなつるっとした光沢のある生地に柄を入れると、素材が大人っぽいんで、柄入れて子供っぽくなっても帳尻取れるわけですよね。素材も子供っぽくてカジュアルでラフで、柄も入ってるってなると、どっちも子供っぽい要素なんで、ちょっとこう難しく、コーディネートが難しくなっちゃうけど、素材が大人っぽいんで、このアイテム。なので、柄の短パンってすごく難しいアイテムだけど、素材感がつるっとしててですね、これだけ風合い妙にいいので、短パン、丸にっぽい柄ですけど、これは全然使いやすいと思います。これ実はですね、ツーウェイで水着としても使えるんですよ。中にメッシュが入っていてですね、ちゃんとホールドしてくれるので、水着としても使える。で、水着だったらこの柄とか全然問題ないじゃないですか。水着ってちょっと派手な方がかっこいいし、で、今年結構アウトドア多いですから、アウトドアシーンで水着として使う、で、普段着としても使うっていうツーウェイができるので、これかなり僕はいいんじゃないかなと思います。これ使わない人いないんじゃないかな。普通に僕 T シャツとかで合わせてもそんなに子供っぽくならなかったので、結構いいアイテムじゃないかなと思います。2990円の、素材感とは全く思えないのでおすすめでございます。はい。で、ここからですね、おしゃれ好きな人、服好きな人だったらこれチャレンジしてほしいっていうアイテムを紹介していきます。まずは、オーバーサイズユーティリティジャケット。こちらですね、僕も着用していますけれども、これかなり良かったです。で、素材感は本当にこうカバーオールですね。コットン系のカバーオールで結構厚手になってるので、素材感もこういうね、コットンのカバーオールとかってユニクロだいぶ得意なところですから、信頼してもらって大丈夫だと思います。で、素材感もいいので、発色も綺麗ですし、で、総柄だけどこれ、普通のチェックじゃなくて手書きのグラフィックになってるので、独特の味わいがあってですね、モノトーンのスタイリングにこれパッと羽織るだけでも随分かっこよくなります。で、色味もブルーなんだけど、暗めのブルーが入ってるんですよ。だから、黒系と合わせて、ちゃんとこう締まるようになってるので、これがめっちゃ明るいブルーとかだと、ちょっと子供っぽくて嫌だなって思う人もいると思うんですけど、ダークネイビーとブルーのなんかこうチェックなので、本当になんかこう合わせやすかったですね。普通にこうシャツとかスラックスとかで合わせてぽくなる感じではありました。いつもモノトーンで無地ばっかりでつまんないっていう人は、これちょっと羽織るだけでも随分違うと思いますし、形もね、オーバーサイズでちょっと肩とかが緩いんだけど、着丈は短いんですよ。だからコンパクトで、今っぽいシルエットですし、ワイドに合わせてもちゃんとシルエット A ラインで整うようになってますから、結構これ考えられてるなぁと思いました。ちなみに僕 L サイズ選んでおります。さっき言うの忘れましたけども、シャ
ャツも僕 L サイズ、ショーツも L サイズ選んでいます。175センチ、今67キロで僕 L サイズ選んでますけど、今回後で紹介するけど、パンツ類に関してはかなりでかく作ってあるので、ワンサイズ落としてもいいかもしれないですね。アウターとか上に関しては、トップスに関しては、いつも通りのサイズでいいのかなというふうに思いました。このオーバーサイズユーティリティジャケットなんですけど、皆さんにおすすめしない、あの服好きな方、おしゃれな人におすすめしたいっていうのは、これある程度あのワードローブに洋服が入ってないとつまずく可能性あるなと思ったので、皆さんにおすすめするマストバイとは言わないです。あのこれ例えばデニムしか持ってませんとか、チノばっかりですとか、ちょっと偏ったワードローブの中でこれがあると、なんかこれどう着てもなんかおかしくねみたいな、子供っぽくないみたいになっちゃう可能性があるので、黒の形のいいパンツ持ってますとか、革靴持ってます、レザーのサンダル持ってますとか、大人っぽいアイテムがいくつか揃ってるお洋服好きな人だったらこれいけると思います。全然初心者が、もういつもユニクロを僕おすすめしてるけど、初心者におすすめとか、もうこれからファッション楽しみたい人におすすめとかとは僕正直言えないですっていう、ちょっと癖のあるアイテムなんだけど、でもあの着こなしのハードルはちょっとあるけど、面白いアイテムだと思うし、クオリティも非常に高いと思います。ただ残念なことは、なんでこの時期に出してきたのかなっていうのだけ残念ですね。これ正直もう着れないです。さっきも言ったけど、厚手のコットンなんで、あの春とか秋、まあ、春でも多分4月がいっぱいじゃないですか。もう5月になると着れないぐらいですね。もうこれからの時期は絶対使えないですね。短パンと合わせても多分暑いと思うので、これはもう明らかに出す時期失敗してると思います。ただ今ってこれユニクロが別に間違ってるわけじゃなくて、これね、生産背景の問題なんですよ。世界中どこの国も今納品遅れ、アパレルが納品遅れが出てて、まあ、上海のロックダウンとかが一番影響でかいんですけど、全部ガタガタになってるんですよ。もう船便とかも滞ってるし、もうそもそも製作ができないし、で、中国生産じゃないところでも、生産過程の中で中国挟んでるのが、ほとんどのアパレルって中国挟んでるんですよ。もうイタリア製だろうが日本製だろうが、絶対どっかの過程で中国入ってきてることが多いんですね。まあもちろん純国製も国産もあるけど、純イタリア産もあるっちゃあるけど、基本的にはどっか入ってるんですよ。だから納期遅れはしょうがないので、多分ユニクロさん的にはもっと早い時期に出したかったんだけど、もう昨今のロックダウン、中国のロックダウンとかの事情で多分こうなっちゃってるのがあると思うので、ちょっとかわいそうだなと、そういう意味では思います。はい、続いて、服好きにおすすめしたいアイテム、こちらテイラードジャケットセットアップ可能7990円とワイドフィットタックパンツセットアップ可能4990円です。ベタなアイテムでシンプルで誰でも着やすいから初心者さんにおすすめなんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これ、ね、パンツが相当でかいです、シルエットが。で、僕はこのシルエット結構好きです。ジャケットもやや大きめで、パンツがスーパーワイドな感じで、なんか本当にこう80年代の、セットアップみたいなシルエットなんですけど、肩パッドは入ってないのでナチュラルショルダーでですね、まあ舘ひろしさんみたいにならないという、80年代の舘ひろしさんみたいにならないというか、バブルの時代のセットアップにはならないので、今っぽい今の時代感のあるオーバーサイズスーツになってますね。で、まあ、そういうアイテムなんで、これパンツこの太さ大丈夫って多分ファッション初心者だと思っちゃうと思うので、みんなにおすすめとは僕言えないですね。ある程度やっぱりお洋服のことが分かって、ある程度今のトレンドが分かってる人が着ると、あ、これって腰の位置このぐらいで履けばいいよねとか、これタックインした方がかっこいいよねとかってバランス取れるん で、バランス取らずに普通にオールスターに合わせてデロンと普通になんかこう着用すると、なんか本当にだらしないただのビジネスマンみたいになりかねないので、これもちょっとですね、ちょっとでいいんですけど、お洋服に対してのリテラシーがある人じゃないとなかなか難しいかもしれないなと思って、おしゃれ好き、服好きにおすすめと今言っております。まあ、僕の着用写真見てもらえば分かると思うんですけど、かなりパンツでかいです。僕175センチ、67キロでこの画像で L サイズどちらも着ていますが、正直パンツは M でも良かったかもしれないです。ウエストはもう本当に手離すと落ちるぐらいの勢いで結構でかいので、既存のユニクロのサイズ感よりもワンサイズぐらい上って思った方がいいと思います。ただ僕はこのダボダボのシルエットをベルトでギュッと締めて履くのも結構好きなので、僕は L サイズのまま、ゲットしようと思ってるんですけれども、非常におすすめでございます。このジャケットなんですけど、一応チェック柄とかもありますし、この辺は好みに応じてだと思うんですけど、ただまあさっきの話もそうなんですけど、ちょっとねやっぱ暑いです。これジャケット、感動ジャケットみたいな軽い素材で
できてるんですけど、そうは言ってもやっぱり暑いので、まあこれからの時期着るかって言われると着ないですよね。だからいつ着るのかっていうのがすごく難しい。じゃあこれ秋まで取っとくのかっていう話になっちゃうので、着用時期はちょっと残念な感じがしますね。で、カラーリングも、マルニっぽいオリーブとブルーの展開なんですけど、まあ、マルニはあんまりやらないけど、でもこのシルエットだったら黒やって欲しかったなとは正直思いましたね。続いて服好きにおすすめ、こちらですね。イージーワインドフィットパンツ3990円と、花柄のタイプとですね、同じくイージーワインドフィットパンツチェック柄のタイプですね、3990円。これ正直かなり良かったです。僕はもうこれが一番好きかなと思いますね。これすごく使えるなと思いましたけど、でかいんですよ。とにかくすっごい太いです。スーパーワイドです。で、スーパーワイドシルエットのガラパンなんで超ハードル高いじゃないですか。普通の人は着ないと思うんですよ。って言っても、まあ光沢感のあるこういう T シャツとかと合わせて、でレザーのサンダル合わせるだけでも随分かっこよくなるなと個人的には思うんだけど、やっぱりあのこれからファッション頑張ろうとか、あんまりそのお洋服持ってない人が履くと、これ大丈夫なのかなって多分不安しかないと思うんですよね。だからちょっと万人におすすめとは言えないところが難しいところ、これ動画もしかしたら YouTube メンバーシップでやった方が良かったかもしれないけど、あの多くの人におすすめはできないけど、でもお洋服好きだったらすごくおすすめです。これ僕あのチェック柄も好きなんですけど、この花柄の方がいいかなと思います。で、自分でリアルで履くのも花柄のこのブルーの方ですねを履くと思いますね。これに、そうですね。まあ、ツヤ感のある T シャツとかでもいいし、でも丸にっぽくボーダーとか合わせても可愛いと思うんですよね。で、足元だけちょっと引き締めて、レザーのサンダルとソックス使って、で、なんかバケハとか被っても可愛いかなと思ってます。なんかそんな着こなしがいいかなと思うし、あとこれね、太いんだけど生地相当軽いんで、真夏でも全然いけます。なんか真夏ってやっぱりシンプルなスタイリングが多いので、こういう柄使ったちょっとこうアクセントになるようなアイテムって意外と使えると思うんですよね。ただこれちゃんと合わせないと、例えばプリント T シャツとか普通のなんかエアマックスとかで何も考えずに合わせちゃうと沖縄のタクシー運転手さんみたいになっちゃうので、かなり難しいとは思います。なのでちょっと人も選ぶと思うし難しいと思うので、大勢の人にはおすすめしないです。これ上下セットアップで着てもいいんですけど、上下セットアップで着るとちょっと沖縄のタクシーうんちゃん感が出てしまうので注意が必要だと思います。はい、でね、最後なんですけど、これぞと思うマストバイなんですけど、これは結構誰でもおすすめできるんじゃないかなっていうアイテム一つあります。それがこちら、ドレープイージーワイドストレートパンツレディースです。で、しかもこれ3色あるんですけど、ネイビーカラーがおすすめです。これはかなりかっこいいです。冒頭言った通り、今回メンズとレディースの素材感が全然違います。で、レディースの方は光沢感があって落ち感があるので、こういう派手めなチェック柄でも大人っぽく見えるんですよ。で、これ本当に光沢綺麗ないいサテンの素材を使っていて、落ち感すごく綺麗で全然安っぽさもないので、これしかもこれだけダークネイビー、黒に近いダークネイビーなんですよ。だから黒パンの感覚で普通に使えるので、これ相当イケてると思いますね。別にプリント T シャツとかと合わせてもそんなに変にならない。黒パンだからね、黒のスラックス風の生地だから全然変にならないし、スニーカーで合わせても崩しすぎにならないし、革靴で合わせても決めすぎにならないので非常に使いやすいと思います。ただ難点がいくつかあります。一つはレディースであるということ。別にレディースでも今回スーパーサイズ、オーバーサイズなんで、別にメンズでも全然入ります。で、僕の175センチ67キロ、普段 L サイズ着てて、これ L 着て全然 OK なんですけど、丈がちょっと短いです。いつもよりですね、ウエストの位置を少し落として若干腰履き気味で履いてあげると丈がちょうど良くなると思います。僕の着用写真もちょっとウエスト位置落として履いてますので、ここだけ注意してください。いつものメンズのパンツと同じようにウエスト位置、ちゃんと上げて履いちゃうとかなり短くなるので、ここだけちょっと注意が必要ですね。で、あとは色ですね。色なんですけど、ベージュカラー、マスタードカラー、ネイビーカラーと3色あるんですけど、正直ベージュカラーとマスタードカラーはかなりレディースライクです。この2色はメンズにはおすすめしません。まあ、あえて言えばベージュカラーはなんとかなるかなとは思うんだけど、マスタードカラーに関してはちょっと僕が履いたらもうアラブの富豪みたいになっちゃったんで、かなり光沢感がマスタードだと強く見えるので、女の子だったらこういう素材感って普通にあるから全然着こなせると思うんだけど、メンズでこのサテン系のゴールドカラーっていうのはあんまりないので、
なかなか難しいんじゃないかなと思います。80年代とか90年代初頭のヒップホップ、海外のヒップホップのグループみたいになっちゃうので、それはそれでかっこいいんだけど、これにね、スタンドカラーのジャージとか、トラックジャケットとか合わせて、アディダス履いて、バケハとか被ったら、なんかこう、往年のね、ヒップホップみたいになってかっこいいかなとは、ダンスグループみたいになってかっこいいかなとは思うんだけど、そういう着こなしをする人は多分これ買わないと思うので、まあ、あんまりおすすめはしません。ネイビーカラーがメンズにはおすすめでございます。ただ、あとこれ在庫がね、そんなに多くないみたいなので、取り合いになる可能性があるし、まあ、レディースの方がね、今回多分人気出ると思うので、多分在庫すぐなくなっちゃうんじゃないかなというふうには思うのが、難点のもう一つですかね。そんな感じです。ちょっとレディースの話もしておくとですね、今回レディースの方が良かったと思います、正直。さっきの素材感の話もそうなんですけど、メンズと比べると随分レディースの方がなんかこう、頑張ってるような感じがしました、正直。ブロックテックハーフコートですね、この 14,900 円。メンズの方はこのブロックテックハーフコートはないんですけれども、レディースのこちらスーパーオーバーサイズでかなり可愛かったです。で、女の子らしいちょっとこう曲線を意識したシルエットになっていて、非常にいいバランスだと思います。この花柄のものもいいですけど、無地のものも結構おすすめなので、ぜひこれ男性も着れるんですけど、ちょっとシルエット的にコクーンっぽくてですね、若干ジェンダーレス、まあ女の子っぽさがすごく強いので、まあ、男性は人選ぶかなっていう感じはしますね。男性の方のポケットダブルパーカーとかはちょっと難しいかもしれないですね。今回紹介しなかったものもいっぱいありますよね。オーバーサイズのオープンカラーシャツとかもそうですし、 T シャツ類とかもあんまり紹介してないですけど、この辺は正直あんまりおすすめ僕はしないなって感じがしました。結構カジュアルで、使いにくいアイテムが多かったので、で、まあなんかこうデザイン的にもそんなに心惹かれなかったので、今回はあまりおすすめしてないんですけれども、メンズはそんな感じ。レディースの方はですね、このブロックテックコートだったりとか、あとは、まあ、さっきも言った通りですけど、オーバーサイズのシャツとか、あとはこのサテン系のやつですねとか、さっき言ったドレップイージーワイドストレートパンツとか、結構いいアイテムいっぱいあります。あと個人的にはこれ結構好きです。オープンカラープリーツワンピースとか結構好きですね。この切り替えになってるタイプ、まあ、丸にっぽくていいなと思いますし、T シャツも良かったですよ。グラフィックオーバーサイズボクシー T シャツ、これも可愛いと思います。これメンズが着ると少し首の周りが気になると思うので、あんまりメンズは多分好む人いないと思うんですけれども、なかなか良かったんじゃないかなというふうに思います。とりあえずそんな感じでございます。ユニクロマルニの速報でした。結構今回使いにくいアイテムが多いんですけど、多分ユニクロマルニっていうそのネームバリューで今回かなり売れると思うんですけど、実際買ってみたけどどうやって着ていいか分かんないとか、なかなかやっぱり難しかったって思うメンズ多いと思います。レディースはそうでもないと思うんだけど、メンズは結構買って後悔すること多いと思うので、この動画を見てですね、着用写真もいっぱい載せたので、これを見ながらちょっとまあ、在庫なくなるからすぐ買わなきゃって思う人も多いと思うんですけど、ちょっと踏みとどまってですね、考えてもいいのかなとは思います。ドレープのパンツだけはすごくいいと思うので、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで今日はここまで。私 YouTube メンバーシップやっております。メンバーシップの方では服飾の歴史だったりとか、ファッションを専門的に学ぶチャンネルとなっております。ゲストを毎月呼んで、ゲストとのトークをしたりだとか、コーディネートを診断したりだとか、学術的なね、学問的なちょっと服飾史を話したりだとか、かなり、面白い内容になってます。パリミラノのコレクションを20年以上追っかけ続けてきた僕が語る、もう知識を全て出そうと思ってますので、月額590円よかったら登録してみてください。はい、というわけで今日はここまで。またお会いしましょう。エンビーでした。バイバイ。